横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ、このゲームの模様をお送りいたします。ベイスターズの先発は右の上茶谷、対するジャイアンツの先発は右の戸郷、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。右の上茶谷マウンドに上がりました。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは松原。背番号31。さあ4球目打ちました。1、2塁間抜いていった。松原ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。吉川直樹背番号29。第3球を投げた。スライダー空振り三振。上茶谷見事なピッチングです。バッターは3番丸。一塁牽制タッチセーフ。次は4球目、松原打ちました。ヒットエンドラン、アウト。外ベースを踏んでツーアウト。ベイスターズ先制のピンチを迎えます。背番号25。投げた変化球空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ベイスターズ立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは中田。第9球、初球打った、右中間へ持っていきましたがワンバウンドヒット。中田いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。大城背番号24。第9球、あっと引っ掛けた、ワンバウンドヒット。ライトからサードへ、大城ナイスバッティングです。ベイスターズ先制のピンチを迎えます。背番号39。第3球を投げた、三振。上茶谷ナイスピッチング。ランナー2人を置いて迎えるバッターは広岡。背番号32。1球目ストライクから。第2球打った、外下がっていった、ヒット。ライトバックホーム、広岡いいバッティングを見せました。ベイスターズなおもピンチが続きます。第3球を投げた、打ちました。センター前進してくる、取りました。三塁は戸郷、センターへの犠牲フライ、ジャイアンツ先制1対0。こちらが先ほどの先制のシーンです。打順はトップに帰って松原、今日早くも2回目のバッターボックス。投げた、初球から打ってった、ピッチャーこれは守備範囲内、一塁セーフセーフセーフ。第4球を投げました、スプリット空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。2回の表が終わって1対0、ベイスターズ先制点を奪われています。2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは外。第9球投げました、決まった、ストライク。第2球投げました、これはいい当たりだ、入れば同点だ、いったー、一直線場外ホームラン、同点ホームラン。快音残して打球は場外へ、落ちるスライダーを完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。さあ先ほどの同点の場面です。ジャイアンツこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番丸。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第3球を投げました、打った、マーキー掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト。丸いい当たりでしたがセカンド正面、これでワンアウト、ランナーはありません。149キロ直球、
空振り三振。岡本全くタイミングが合いません。第9球投げました。打ちました。初球打ち、ショートバウンド、一塁送球。マーキーうまくさばいています。スリーアウトチェンジ。上茶谷見事ジャイアンツ打線を抑え切りました。3回の表が終わって1対1です。試合はこれから中盤4回に入ります。トップバッターは大城。第9球初球打ってきた。破った。大城ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。左バッターボクサー7番立岡。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げた、空振り三振。バッターアウト。インコースの変化球でスイングアウトを取りました。第9投げた、打ちました。引っ掛けた、内野ゴロ。血のボールを掴んだ。サードから二塁送球。セカンドフォースアウト。バッターはピッチャー戸郷。投球はこれから3球目。149キロ直球、空振り三振。上茶谷3球で仕留めてみせました。4回の表が終わって1対1同点です。ベイスターズ勝ち越しのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で外、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、あっといった、一直線。さらに場外への特大ホームラン、ツーランホームラン。外、これで2打席連続のホームラン。落ちるスライダーを完璧に捉えました。スタンドからの祈りが活力となりました。今チームメイトが迎えます。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。ジャイアンツこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは松原。投げた、見逃し三振。上茶谷見事なピッチングです。バッターは2番吉川。ここまで2三振といいところがありません。打ちました、外ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。第3球を投げました、打ちました、センターフライ。飛距離は出ていません。取ってこれで3アウトチェンジ。上茶谷三者凡退、無得点に抑えています。5回の表が終わって4対1です。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁三塁という場面で外、今日3打点を挙げています。見送ってストライク。第2球高めギリギリいっぱい、ストライク。バッター追い込まれました。第3球は1つ外した、ボール。第4球を投げました、来た、いった、一直線、入った入った、ホームラン、スリーランホームラン。外、なんとこれで3打席連続ホームラン。ストレートを完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回のトップバッターは岡本。ここまで2打席連続三振。投げました、内角スライダー、見逃し三振。5番ファースト中田。投球はこれから3球目。打ちました、ピッチャー返し、ファインプレー。一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番大城。これが3度目のバッターボックス。見逃しの三振。バッター上茶谷、最後は見逃し三振に仕留めました。6回の表が終わって7対1です。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは立岡。ここまで2三振といいところがありません。初球を打ちました、上茶谷取った、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番広岡。今日3打席目、空振り三振。バッター
バッターは代打坂本に代わりまして坂本背番号第3球を投げました。打ちました。上茶谷ボールを取るピッチャーから一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。さあよ高木降板。右の田中今日3番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9投げました。打ったこれは強烈。いったー一直線伸び場外ホームランソロホームラン。外なんと4打席連続のホームラン。見事に初球を捉えました。素晴らしい一発をベンチも祝福。上茶谷降板。左の桜井今日2番手としてマウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。投球これから2球目。打ったショートバウンド取った牧。軽快な守備を見せました。これでワンアウトランナーはありません。打ちました。外ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。第3球を投げた。打ったこれはいい当たりだ。伸びた伸びていった。見送ったホームラン。ソロホームラン。白球は無情にもスタンドへ。ストレートを完璧に捉えられました。さあチームメイトからも祝福を受けます。バッターは4番岡本。ここまで3打席連続三振。第5球投げた。空振り三振。桜井三安がうなります。8回の表が終わって8対2ジャイアンツこの回1点を返しました。さあいよいよ最終回トップバッターは中田。次は4球目投げた。アウトコース高め見逃し三振。さあ5球目変化球空振り三振。三者連続三振。先ほどのプレーです。ピンチヒッターはウィーラーベイスターズ。ここは何としても抑えたい場面。投げた低めの球見逃し三振。ベイスターズ完勝です。試合終了でございます。ご覧の通り本日の試合は横浜 DeNA ベイスターズの勝ちでございます。勝利投手上茶谷。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。